2024年音楽の日ナンバーアンダーラインアイの平野賞、ガン・ユータ、神宮寺ユータの友情が輝いた瞬間ナンバーアンダーラインアイの2024年音楽の日パフォーマンスが歴史に残る美しさ音楽の日2024ではナンバーアンダーラインアイの平野賞、ガン・ユータ、神宮寺ユータの3人の中の良さがステージ上で際立って見られましたこのイベントでの彼らのパフォーマンスは 多くの視聴者に感動を与え、その友情がどれほど深いかを示す瞬間がたくさんありました。特に、三人が一緒に踊るシーンや、お互いに見つめ合いながら笑顔を交わす瞬間は、ファンにとってたまらないものでした。翔くんのキレのあるダンスと、時折見せる可愛らしい表情は、ファンを魅了しました。白い衣装をまとった三人の姿は、まさに歴史に残る美しさであり、 彼らのビジュアルの高さを改めて証明しました。SNS では、まさに GO と Greatest of Alltime という声が多く上がり、彼らのパフォーマンスがいかに素晴らしいものであったかが伺えます。中井くんとのトーク中のエピソードもファンの間で話題となりました。中井くんが右手を仁くんに触れそうで触れない感じや、岸くんに面白いことしてくれんのよねと言っているシーンは、多くのファンの心に残りました。 また、息子からの LINE で、録画してるよ、と言われたというエピソードも微笑ましいものでした。ナンバーアンダーラインアイの白い衣装でのパフォーマンスは、まさに最高であり、中井くんもそのパフォーマンスを高く評価していました。彼らのパフォーマンスは毎回最高点を更新し続けており、常に新しい挑戦を続ける姿勢がファンを魅了し続けています。特に翔くんの表情やパフォーマンスには、 余裕と自信が感じられ彼がライブや生放送の本番を心から楽しんでいることが伝わってきましたスノーマンの3曲ストーンズの2曲も披露され彼らの実績の重要性を再認識する機会となりましたファンは彼らをさらに押し上げたいという気持ちを強く持ちさまざまな方法で応援を続けています CD の売り上げや MV の再生回数ラジオリクエストなど ファンができる限りの応援を続け、彼らがより多くの番組に出演できるよう努力しています。翔くんの新しい髪色でのパフォーマンスは新鮮で、ジンくんの色っぽい目線も健在で、岸くんのラップや髪の流れもますますかっこよく、最高のパフォーマンスでした。彼らの笑顔を見られて幸せだというファンの声が多く、中井くんとのトークも楽しみの一つでした。ダンサーたちとのコラボレーションは、 毎回新しい驚きを提供してくれ、その度にファンは新たな感動を覚えました。には目が離せません。彼らのパフォーマンスは、まさに芸術の域に達しており、ファンを飽きさせることは決してありません。音楽の日2024での彼らのパフォーマンスは特に印象的で、観客はその一体感とエネルギーに圧倒されました。n o ア i の3人のメンバーは、 ステージ上でお互いに対する尊敬と愛情を示し合い、観客にもその絆が伝わってきました。特に、中井くんとのトーク中に見せたリラックスした表情や、自然なやりとりは、彼らの素顔を垣間見ることができる貴重な瞬間でした。翔くんがジンくんを人差し指でちょんと軽く触れるシーンは、多くのファンにとってハイライトの一つでした。こうした細かい瞬間が、彼らの友情の深さと、 パフォーマンスに対する真剣さを象徴しています。またパフォーマンス中に中居君が彼らの近くで見守っている姿も多くのファンにとって感動的でした中居君の優しさとサポートがナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスをさらに引き立てていました彼らのステージは技術的にも芸術的にも非常に高いレベルであり観客を魅了するだけでなく同業者からも高い評価を受けています 特に、ダンサーたちとの完璧なフォーメーションや、一糸乱れぬ動きは、何度見ても圧巻です。彼らは常に新しい挑戦を続けており、その姿勢がファンの心をつかみ続けています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが独自の個性を持ちながらも、3人が揃うと驚異的なシナジーを生み出します。翔ウ君のカリスマ性、ジンくんのクールな魅力、キシくんのユーモアとリーダーシップが、 絶妙にに組み合わさり他にはないい唯一無二ののグループとしてて存在感を放っています彼らのパフォーマンスを見るたびに新たな発見と感動がありファンはそのたびに彼らの虜になってしまいます「音楽の日2024」でのパフォーマンスはファンだけでなく一般の視聴者にも強烈な印象を残しました彼らのパフォーマンスを通じて多くの人々が彼らの才能と努力を知り 新たたななファンとなったことっこでしょう彼らの成長と進化は止まることなくこれからもファンに新しい驚きと感動を提供し続けることは間違いありませんまた彼らのパフォーマンスに対するファンの応援も重要な要素ですファンは CD の購入や MV の視聴ラジオリクエストなどさまざまな方法で彼らをサポートしていますこうしたファンの努力と愛情が彼らの成功を支え さらなる飛躍を可能にしています。ファンとアーティストの間に築かれた強い絆が、彼らのパフォーマンスをより一層輝かせています。最後に、音楽の日2024での彼らのパフォーマンスは、彼らのキャリアにとって重要な一歩となりました。これからも、彼らの進化を見守り続けるファンの期待に応えるために、彼らはさらに努力を続けることでしょう。彼らの未来は非常に明るく、 今後どのような驚きを見せてくれるのか、非常に楽しみです。ナンバーアンダーラインアイの3人がこれからも最高のパフォーマンスを続け、多くの人々に感動を与え続けることを期待しています。この物語は、友情と情熱、そして絶え間ない努力の象徴です。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがステージ上で見せる一体感とパフォーマンスの質は、ファンにとって何よりも大切なものであり、 ここれかららもその絆がさらに深ままることを願っています彼らの未来に無限の可能性と輝かしい成功が待っていることを確信しています。中井くんとのトーク中のエピソードもファンの間で話題となりました。中井くんが右手を陣くんに触れそうで触れない感じや、岸くんに面白いことしてくれんのよねと言っているシーンは、多くのファンの心に残りました。また、息子からの LINE で、録画してるよ。 と言われたというエピソードも微笑ましいものでした。ナンバーアンダーラインアイの白い衣装でのパフォーマンスは、まさに最高であり、中井くんもそのパフォーマンスを高く評価していました。彼らのパフォーマンスは毎回最高点を更新し続けており、常に新しい挑戦を続ける姿勢がファンを魅了し続けています。特に翔くんの表情やパフォーマンスには、余裕と自信が感じられ、 彼がライブや生放送の本番を心から楽しんでいることが伝わってきました。スノーマンの3曲、ストーンズの2曲も披露され、彼らの実績の重要性を再認識する機会となりました。ファンは彼らをさらに押し上げたいという気持ちを強く持ち、様々な方法で応援を続けています。CD の売り上げや MV の再生回数、ラジオリクエストなど、ファンができる限りの応援を続け、 彼らがよより多くの番組に出演できるよう努力しています。ダンサーたちとのフォーメーションも完璧で彼らのパフォーマンスは回を重ねるごとに進化し続けています No.1i のパフォーマンスは常に新しい驚きを提供しファンを飽きさせないものでありその情熱と努力がファンに伝わっています彼らのパフォーマンスはまさにゴートにふさわしいものであり今後もその進化を続けていくことでしょう ファンは彼らのパフォーマンスを通じて多くの感動を得ており、その感動は SNS を通じて広がり続けています。No.1 のパフォーマンスは、音楽の日2024においてもその素晴らしさを再確認させるものであり、今後も彼らの活動に期待が寄せられています。中井くんとのトークやダンサーたちとのコラボレーションを通じて、彼らのパフォーマンスは一層深みを増し、多くのファンに愛され続けています。